こんにちは、ことぶきはじめです。シールドライガーマーク2が完成したので、完成品レビューをしていきたいと思います。まず初期のキットなので、結構パーツの合いが悪かったりとかですね、なかなかうまく組み立てられなかったりとかっていうところが多々あると聞いてたので、ちょっとビクビクしながら作業したんですけども、意外とですね、僕が作ってもこのくらいのものができますので、皆さんが作ったらもっとしっかりすいません、できるかなと思います。ただね、ちょっとモナカ割りのパーツが多いので、合わせ目が結構出たりとかしますね。合わせ目出たりするんですけども、極力隠れるような、パーツがあるので、ちょっと一回組み立てて合わせ目の位置を確認してから、合わせ目消しをした方がいいと思います。せっかく消したのに上からパーツかぶせてあんまり意味なかったよみたいなことになると、作業時間もったいないですので、ちょっとよく確認して消してもらえればかなり見栄えも良くなるかなと思います。で、僕のキットに関しては、ほとんど消してないです。合わせ目消ししてないでこのくらいの状態になってます。で、可動範囲なんですけども、まず首がこのくらい動きますね。結構動きますね。で、コックピットハッチが開いて、こことこの下のところがこう開くようになってます。で、この中にはちょっとレドームっぽい、見えないな、レドームっぽいパーツが入ってます。で、フィギュアはちょっと頑張って塗装したんですけども、キャノピーは、無塗装になってます。それからこのビームガンが、この背中のですね、ビームガンがこう展開する、ここですね、こうなっててこう開く、そんな可動が入ってます。それからこの大型のビームキャノンですね、ここもこの位置からここカチッとはまるようになってるんですけども、この位置からこう動くようになってます。で、さらにですね、ここのアームが伸びてこのくらい稼働するようになってます。それからここのピンが、こう開く稼働が入ってますね。これは後ろ側も、後ろ足のところも、よいしょ、こう稼働しますね。これなんかいるんかなっていう感じですけど、まあ、入ってます。それからここのミサイルポットがちょっとこれに干渉するんですけど、こんな感じでぐるっと軸で入ってるだけなんでぐるっと回ります。脚部は、足首がこのくらい動くのと、爪がこんな感じで全部バラバラに稼働します。それから膝がこのくらいで、ここは軸で入ってるだけなんでぐるっと一回りさせることができます。で、この見えるかな、接続のピンがすごく短いので、結構簡単に足が外れてしまいますね。この辺もちょっと加工できるんであれば延長するなりしてもらうと抜けづらくなるかなと思います。よいしょ。で、尻尾は、
特別可動がないんですけども、ちょっとこう曲がったパイプを組み合わせてるだけなんで、こう接続位置を変えると表示をつけられるような仕様になってます。あのライガーゼロみたいに折れる関節じゃないので、細かい表現はなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、へたらない分こっちの方が僕的にはいいかなと思いますね。それと可動には全く関係ないんですけども、スプリングが足に入ってますね。サスペンションのスプリングが入ってます。ちょっと今も取れちゃったんですけど、この甲のところのパーツが結構ポロポロしますね。これ接着何度かしてるんですけど、ちょっとうまくくっつかなくてちょっとポロポロしちゃってます。よいしょ。この瞬間接着剤かなんかで止めてしまった方が安心ですね。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じです。で、テールはこんな感じですね。ちょっと見えづらいかな。テールライトが入ってる。で、ダクトっていうんですかね。で、ここもシリンダーパーツが入ってて、ここは稼働しないですけど。引き出せる関節があるんですけど、このここ見えるかな、引き出せるようになってるんですけど、ちょっと接続軸が短いのでグッと引き出すと結構ポロッといきますね。特に僕のは右側の後ろ足がちょっと弱いです。具体的にはそんなに言うほど踏みづらくもなく、結構精巧なものができるので、皆さんもですね、ぜひトライしていただけるとすごく僕も作った甲斐がありますし、で皆さんが作ったのもちょっとなんか機会があったら見てみたいなと思います。それから体がですね、見えるかな、ぐらいちょっとお尻振るぐらいグリグリ動きますね。ちょっと完成直後なんでポロポロしてしまいますけど、ちょっと可動域を見ながらですね、接着してちょっと強度を高めていきたいなと思ってます。はい、ちょっとね、いろいろ初期のゾイドは愛が悪いだとか、パーツが多いだとか、組み立てづらいイメージが強いですけど、まあ、僕が作ってもこのくらいのものができますんで、ぜひですねチャレンジしてみていただけると嬉しいです。どうですか、結構かっこいいと思うんですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた。